みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日のテーマは電気回路です。そう、電気の通り道のことだよね。今日の問題はパズルです。みんなぜひ頭の中で組み立ててみてね。それではレッツサイエンスパズル。電球が光るようにパズルを組み立てると、それぞれのピースはどこに入るかな。ちなみにピースは今ある向きのまま回転してはいけません。時間は15秒です。1問目スタート。電球が光るようにするためには、乾電池のプラス極、豆電球、乾電池のマイナス極を導線で一つの輪のようにつなぐんだったよね。5秒前。ここからパズルは正解の場所に動き始めるよ。回路の完成。あ、電球が光ったね。さあどんどんやっていこう。2問目スタート。ピースが3つ増えたね。初めから電池が正解の場所にあるよ。ピースは今ある向きのまま回転してはいけません。輪になるように並べるためには、まずは角を埋めると分かりやすいね。さあ、あとは電池と電球だね。5秒前。ここからパズルは正解の場所に動き始めるよ。回路の完成。ちゃんと電球も光ってるね。パズルのコツはつかめてきたかな。次はちょっとだけ難しくなるよ。頑張ろう。3問目スタート。一つの電球が正解の場所に入っているよ。ピースは今ある向きのまま回転はしないでくださいね。まず角を埋めちゃおう。ここからパズルは正解の場所に動き始めるよ。回路の完成。ちゃんと光ったね。ちなみに電球と電池が入れ替わると、電池のプラス極から出てプラス極につながってしまうので、電球は光りません。なので電池同士、電球同士が隣り合っているこの回路の形が正解です。おー、だんだん難しくなるよ。4問目スタート。今回は一つだけ使わないピースがあります。電池の向きに注意してどのピースを使うのか考えてみてね。ここからパズルは正解の場所に動き始めるよ。回路の完成。ちなみに使わなかったのはこのピース。このピースを使うと電気の流れが反対になって電気が流れなくなっちゃうね。みんなは気づけたかな。おー、ついに来ました。次が最後の問題です。最後は電球ではなく発光ダイオードを使います。発光ダイオードは長い足と短い足があって、長い方はプラス極へ、短い方はマイナス極へつながないと光りません。だから置く向きによく注意してね。では最終問題スタート。初めから一つの発光ダイオードが正解の場所にあるね。ここからパズルは正解の場所に動き始めるよ。回路の完成。やったー。
発光ダイオードが光ったよ。ポイントは電池の向き。電池のプラス極と発光ダイオードの長い足、電池のマイナス極と発光ダイオードの短い足をつなぐ。この電池が逆になったら発光ダイオードは光りません。みんなどうだったかな？今日のポイントはこれ。電気回路は乾電池のプラス極とマイナス極を一つの輪のようにつなぐでした。ついでに発光ダイオードは長い方とプラス極、短い方とマイナス極をつなぐことも覚えちゃおう。今日のサイエンスクイズ楽しんでくれたかな？今日のクイズの内容をもっと詳しく知りたい人はぜひ実験の動画を見てみてね。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。